警戒信号が。戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってのはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦なんだ。聞いた風なことを抜かしやがって。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになれそうなんでな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか？へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光散歩。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。おお、やめてだ。はっ、よっ、はっ、よっ、はっ、よっ、はっ。じゃん、ドイグ。おお、よっ。お遊びはこれまでだ。よっ、ごはん、父ちゃんがすぐに助けてやっかんな。でたらめを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。もうお遊びはこれまでだ。プレゼントだ。
よっはっよっはっよっはっわかりゃよっはっわかりゃわかめうざしはっゆっがっこりしわらおどらはっがっこりしわかりゃはっよっはっよっプレゼントだよっはっ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 ゆっかけっやおどらしわからじゃんけんぷんやっけっやっけおどらもうお遊びはこれまでだわかりゃよっわかりゃわかりゃプレゼントだはっよっ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 じゃんけんぷんやっやっしゅんけんぷん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 やっはっあーやっはっはっはいはいよっよっはっよっはっよっはっよっジャンプよっはっよっはっあげゃわかめあげゃよっうわもうお遊びはこれまでだはっプレゼントだよっはっ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 わかめお遊びはこれまでだ死ねよっアリャ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 ジャンケンプンん？戦闘力1330すべての戦闘力を指先だけに集めくそーこいつら力を自在に操りやがれおはおっあ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 っいつの間に手貸したぞ孫悟空しっかり尻尾を捕まえておけもうやめたおとなしくこの星から引き上げてやる騙されるなよ孫悟空出任せを言ってるだけだ頼む信じてくれ弟よお願いだカカロット信じてくれうっ貴様のような間抜けは珍しいぞまんまと引っかかるとはな俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たんうわそらそらもっと苦しみ死は近いぞ次は貴様の番だぞこれは避けられる。このガキ貴様貴様
まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を